人に訴える諏訪という連続抗議活動です。この新宿という街にはたくさんの中国人の観光客の皆さんいらっしゃってると思います。もしかしたら郵便局の方で大使館から命令を受けていらっしゃる方もいるかもしれません。そういう人たちにも私たちは今訴えたいと思います。皆さん、あなたたちのふるさとがあのような形でウイルスにどんどん汚染されていること、そしてそれに対して中国政府の取っている非人道的な対策に対して、この日本にいる皆さんは絶対に中国政府に対してきちんと怒りの声を一回上げてください。その通りだ。そしてその日本政府と、そして日本の政治家、これは私たち国民の命と人権と、もちろん国家主権、これを守る義務があります。そうであるならば、今日本の国会でやっている議論というのは、私たちからしたら日本国民の命を見捨てるような議論であります。直ちに日本の政治家の皆さん、もちろん安倍内閣もそうです、このウイルスに対する対策を早急にどうしたらいいか、そして今のところ病気の可能性のある中国の方々の入国は禁止することで、逆に中国の国内できちんとした医療をさせること、そして中国政府の発表が ウイグルやチベットやそのようなところには一切感染がないように言っておりますが、あのような地域においてかつてのウイグルでは核実験がありました。そこでの健康被害を中国政府は一回も認めていないし、国際社会は一回も調査していません。そのような信用できない国の数字をマスコミも誰も出さないでください。今必要なのは WHO の皆さん、あなたたちは中国政府の言うことをオウム返しに言ったり言い訳をするように訂正することではなくて、中国政府に対して自分たちが全力で医療の調査をするから自由に国の中を検査させろと、そういうのが WHO が赤十字の仕事ではありませんか。最後に申し上げます。この日本の今回習近平が日本に来日すること、これははっきり言いまして、私たちの国の最も恥ずかしい歴史になります。これをやってしまったら、安倍総理はいくつかのもちろん功績はあったと思いますけれども、ヒットラーや毛沢東やポル・ポトや、いや金日成やキム・ジョンウンを日本に呼んでもてなしたのと同じだという、そういう総理大臣になってしまいます。安倍総理、今からでもそのような恥ずかしい行為はしないでください。そしてそのような恥ずかしい行為をさせようという議員や政治家が周りにいるのならば、その人たちを切って本当の